皆さんに今日世界初の全く最新鋭の何をやってもうまくいくその法則を今からお話します。それは満月の法則という法則です。これを自在に使えるようになった時にあなたの運命は大好転、素晴らしい運命になるです。まず皆さんにこの月は何と言いますか。これは三日月と言います。でもこの三日月の月が夜空に浮いてるんでしょうか。こんな月はありませんね。月は常にまん丸、まん丸、それも膨大なる大きなまん丸ですね。それも球体です。私たちの目に太陽の光が当たった分だけこの目に入り、そしてこの脳の中でキャッチしている月の姿に過ぎません。故にこれは脳の中の月です。本来の月の実相は100点満点のまん丸の大きな月です。いや、もっと言うならロケットで近づくと膨大なる100万点の月が目の前に見えるでしょう。これをそっくり人間関係とか社会に置き換えればいいだけの話です。あの人はこんな人、あの出来事はこんな出来事、そんな出来事やそんな人はいないのです。自分が思うこの脳の中で捉えたあの人であり、脳の中で捉えたあの出来事なんです。故にどうせならこの三日月で捉えるのではなく、大きく100万点、膨大なる大きな球体、素晴らしい完全なる姿を相手だと、周りの人たちだと、また世の中だと、過去の出来事だと、そのように捉えていくと、そのように展開してくるんです。どうせなら100万点に人に捉え、人や出来事を捉えました。これはすごいことです。そうしたら100万点の姿が相手に映るのです。そして相手からの帰りも100万点で、自分の中にある100万点が映ってくる。ここから先は鏡の法則、鏡に映る姿がどんどん変わってくるのです。とてつもないこと。これを普通にできるように、普通の生活の中でできるようにすると、あなたの悩みや問題がその場でどんどん消え去っていきます。そしてあなたは希望に満ちあふれ、喜びに満ちあふれ、自信に満ちあふれ、最高のあなたの人生が生きるでしょう。故に100万点という前提に置いて捉えるのです。この前提という言葉が大事です。まあそこから出発するのです。これが満月の法則です。